ピウス三世は、在位期間が、極めて短いルネサンス期のローマ教皇。本名は、フランチェスコ・トデスキーニ・ピッコローミニ。在位わずか二十六日で死去した。シエナ出身。オジア・エネアスが、ピウス二世となったため、ネポティズムの恩恵を受けて二十二歳で、シエナの死去及び数期教に任命された。ネポティズムで登用されたとはいえ優秀な人材であった。 ため、歴代の教皇たちに引き続き取り立てられ、パウルス2世時代のラティスボンの帝国議会への参加、あるいはシクストゥス4世時代のウンブリアにおける、教会制度の改革などの業績を残した。やりたい放題であったアレクサンデル6世の没後、教皇庁が混乱の極みに陥る中で、長年の反アレクサンデル6世で知られ、かつのちに、政治や、 戦争や教皇と評価された、ローベレ数奇教のフランス王国をバックにした後押しもあって、1503年9月22日にフランチェスコが教皇に選出され、ピウス三世を名乗った。教皇位につくと早速、腐敗の進んだ教皇庁の改革に取り組もうとした。しかし、在位26日目の10月18日に急成した。 足にできた海洋のためとも、シエナ総督パンドルフォペトルッチが持った毒物のためとも、言われる。直後の強行選出において、普段のローベレ数奇教が、旧敵アレクサンデル6世の諸子で、強行軍総司令官であったチェーザレ・ボルジアの指示を、取り付ける、という政治的な離れ技によって、強行位につき、ユリウス2世となった。ただし、直後に、 用の亡くなったチェーザ・レボルジアは、ユリウス2世により、ローマを追われている。短い在位期間と休止にまつわる陰謀の噂ということに関しては、20世紀の教皇ヨハネ・パウロ1世と、共通に語られることがある。ありがとうございます。